3つ目こちらになります。じゃん、じゃん、スーパーカーが好きだった、はい、ということなんですが、女の子なのに、はい、ね、そういうまた女の子なのに、ね、ちょっと女の子なのにネタなのにばっかりですね、うん、はい、スーパーカー昔から好きだったんですか。そうなんです、あの、うん、子供の頃、うん、まあ女の子なのに、うん、なのに、うん、あのランボルギーニカウンタックスーパーカーなんですけどそれのポスターを部屋にドーンと貼ってました。そうなの、うん、マッチとかじゃないの。マッチじゃないの。違うんだ、ランボルギーニ、ランボルギーニカウンタックですそんな車を部屋に貼っちゃうぐらいスーパーカーが大好きだった、はい、でまたこちらの会社さんに入った時にもちょっとこのスーパーカー好きが一髪してるんですよね、うん、そうなんです、はい、面接に来た時に、はい、あのうちの社長さんが、はい、うん、社長にいろんなお話を聞きながら、はい、素敵な社長さんなんですね、また、はい、うん、まあ、実は、はい、社長が車をデザインしていると、うん、かっこいいそんな人が、はい、札幌にいたのかと、ね、本当私も知らなかった、うん、ね、私もびっくりして、うん、はい、それで、うん、もう私は、はい、この会社で働く運命なんだと勝手に思い込んであの経理で面接に来たけどその車をデザインしたというのを聞いて、はい、私はもう運命だと、はい、この会社入るわと勝手に思い込みました。あ、うん、なんかその面接の後会社も見せてもらったってね。そうなんです、うん、もう入ったら車の本がずっとずらーっとあって、もう壺の車ばっかりなんですよ、うん、それがこれは運命だわっていう気持ちを深めて、はい、うん、大好きです。こちらに無事入社をいたしました。よかったですで今の私たちの後ろにこの車のポスターがあるんですけど、はい、ちょっとこの話に行きましょうか、はい、教えていただいていいですか。はい、はい、このプロジェクトはですね、うん、北海道で EV 自動車を、はい、電気自動車、うんうん、そう、電気自動車を作ろうプロジェクト、はい、プロジェクトなんですってこれが進んでるんですね、はい、何年も前からね。そうですね、うん、はい、来年ね、はい、2016、うん、はい、2016年のモーターショーに出展することを目標としてやっております、はいはい、うーん、これはまあちょっとどういうプロジェクトだったんでしょうか、はい、あの北海道の、うん、中小企業会社さんが集まって、はい、うん、それぞれの技術を出し合いながら一つの車を作り上げます、うんうんうん、これ何、一人乗りの電気自動車、はい、うん、普通の四輪なんですけど、うん、はい、なんか面白いね、かわいい、デザインは単純にかわいいけれども、うん、はい、一人乗りっていうのちょっとワクワクしますし、うん、はい、まあ、未来型ですよね、はい、いろんな未来のデザインも設計してありますので、はい、交互期待です。交互期待、はい、あの北海道の中小企業が集まってワイワイということはちょっと北海道仕様も意識されてるんですか、うん、そうですね、うん、はい、いろんなその利用活用方法も、はいはい、未来のデザインに含まれております。そうか、さっきの話に戻りますけれども、うん、はい、そのものそのものもそうだけれども、うん、利用活用方法もこちらのデザインに含まれてくる、はい、あ、なるほど、はい、未来をデザインしてます、うんうん、そうなんですって、未来をデザインしているんですよ、はい、なんかあれですね、この、車、こういう車作ると、うん、なんかあの札幌でそういう車をねデザインされてる人がいるっていうのも驚きですけれども、うん、はい、あのもっともっとなんかちょっと将来的には本格的な車もみたいな、うんうんうん、どうですか。作りたいと言って、ね、みんなを巻き込みながら、うん、絶対やります、ね、なんかスポーツカーをみたいな。そうですね、はい、うちの社長デザイン、はい、きっと社長はやってくれると思います、はい、北海道初の スーパーカープロジェクトですね、はい、ご期待いただきたいなというふうに思うわけですけれども、はいはい、そんな会社さんが札幌にあるんだなって私知らなかった、はい、そしてなんかデザインっていうものの、うん、はい、なんかあのなんかくくりというか、うん、かあの概念っていうのは本当に広いんですね、うん、そうですね、うん、はい、単純に、ま、色形を決めることもデザインだし、はいはい、その前の段階、うんうん、前の段階色形を決めるまでの、うん、うん、そのヒアリングだったりそのプロセスもデザインだし、うんうん、物ができてからそれを伝えるためのものもデザインです、うんうん、そうか、私デザイナーさんっていう、うん、あのまあ固定概念が少しまた今日ちょっと変わりましたね、はい、あの教えていただいたなというふうに思いますあのどうですか、これからって村上さんどんな人になりたいなとかいう部分では、うん、私は、うんうん、まあ、私一人だけだったらできることも少ないですし、はい、うんうん、だから、うん、私にできないことをできる方をたくさん、はい、うんうん、
巻き込めるような。なるほど、うんうんうん、だからそれをするために、はい、もっと自分に磨きをかけて魅力的な、はい、人間になりたいですいいよ、なかなかオーラ輝いてるよでも本当にいろんな人たちの話を聞いていくことが本当にデザインのもうスタートだしゴールだしというか、そうですね、もう全部含まれてるんだよっていうことでしたので、はい、これからもあのいろんな話を聞きながらその皆さんのいろんな思いを形にしていっていただきたいなというふうに思いました。ご活躍ください。ありがとうございますはい、ということで今日のゲストは株式会社ファシオネ取締役でデザイナーの村上真由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。